じゃあ。いやー、つなが今日はなんか疲れた。さっきお客さんが来て、ちょっといろいろお話をしてました。10月2日です。僕が会社員を辞めて1年が経ちました。神楽やってる方からセンスいただきました、センス。どうですか？これがなんかね、どうやってよいしょ、すごいなこれ。明日しまなみ海道行くんですよ。これ持っていこうかな。これ持って、ちょっと置いとこうか。こうやってこうやって、さっきすごくいいいいことを考えて、このね、もらった500のコーラのペットボトルが空になったら 1.5 のコーラを足すっていう、まさにサブスク無限コーラだと思って、なんか一生コーラ飲めるって思って、なんか自分でちょっと今嬉しくなって今コーラ飲みます。はい、今日は広角でお届けします。明日10月3日、しまなみ海道行きます。まあ、なんで行きたくなったかっていうと、なんかちょうど、ね、涼しくなってきたし、なんか最近差し入れが多くなってきて、ありがたいことに、ちょっと運動不足だなと思って、まあ、久々だし、ミッドナイトスペシャルもあるし、まあ、サーリーでしまなみ海道行ってみようかなと、そう思って、明日行ってきます。それで、会社員を辞めて、まあ、約1年、もうほぼ1年が経ちました。それで、まあ、1年経ってどうだったかというと、まあね、楽しいです。楽しい、まあ、楽しくや、しょうがないから楽しくやってる部分もちょっとあるかもしれないけど、まあ、実際楽しい、やってることが、まあ、自分の好きなことやってるし、好きなものを囲まれてるし、あとは、まあ、全ての人はそうだとは思わないんですけど、僕は楽しくやってます、やらせてもらってます、はい。あと会社員の時と何が変わったかというと、まあ、凛ちゃんが例えば今日の朝整形外科にね連れて行きましたけど、まあ、そういう時も行けるし、で来店予約例えばブロックしてたらその時間までお店、まあ、来なくてもいいし、なんかすごい仕事しやすくなってる。まあ、でもこれは全ての人がそういうわけにはいかないと思うんで、まあ、僕はちょっと特別なのかなと思ってます。特別だし、多分いろんな人になんか応援されててすごいラッキーな人間なんだなと思ってます。みんながこうはいかないと思うんで、なんか幸せだなと思います。はい、ありがとうございます。それで11月の5日でもう本当あと1ヶ月で1周年を迎えます。なんか長いようで短くて、なんかね、波乱万丈な時期もありましたけど、なんとか乗り切って、なんか本当に皆さんがサーリーを注文してくれればじゃない、やっぱね、自転車やっぱ、ね、まあ、常にこういうふうに行かなきゃいけないんで、まあ、それをどうやったら僕ができるかってもう常にね、いろいろ考えて頑張ってます。また今月は言おうと思いますけど、まあ、完成車、今月ね、完成車買ってくれた人にはラジコンプレゼントするとか、そういうのも考えてるし、なんかとにかく、なんかここに来たら、あ、なんか楽しいな、また来たいなっていうお店を目指して、どうやったらそれが実現するかなと思って、日々反省しながら改善して頑張ってます。はい、頑張ってるつもり。だから会社員辞めて1年間経ってどうだったか、すごい楽しいです。あと、まあ、自分がお店をするようになって、まあ、自分が、まあ、経営者になって、まあ、分かったことは、まあ、分かったこともいろいろあります。会社員だった時に分からなかったことも分かるようになってきたし、なんかそのからくりね、知らなきゃ損するみたいなあるし、あとはなんで給料が上がらないのかっていうのも分かってきたし、なんかね、で、知らなきゃ
幸せなことが多分いっぱいあるんで、あまり知りすぎない方がいいかもしれない。懐かしい。さっきたまたまお店が開店準備の話をたまたまさっきその話題に出て、なんかねそれを見てましたけど、懐かしいなと思って。店がまだ何もない時、本当今ぐらいの時に内装準備とかも考えてたし、ね、政策金融公庫からお金が融資が降りる前に内装スタートしてるし、なんかそんなもうすごいことでした。すごい出来事もあったし、まあでもなかなかやっぱ大変だと思うんで、まあ人によっては、まあ、僕が偉そうなこと言うのはあれ、まあ、会社員に向いてる人もいると思うし、自営業とか会社を起こす人は向いてる人もいると思うんで、まあ、そればっかりはやっぱ勢いなんで、もうやるかやれないかですね。開店準備、この、ね、動画がありますから、再生リストに18本ありますからね。今日その1本をここに到着、やろうか。懐かしいな、何もない。おお、何もない。ちょっと痩せてますね僕、やっぱり、やっぱりというか、すごいな、この時点で狭い。もうあんな感じだったのか。あの棚はバーディーを扱いたいために、バーディー取り扱い決まる前に棚作りましたからね。このカウンター10万円かかりました、これ。すごいな、これ。ようやったわ、自分で思う。ようやったわ。ああ、なるほど。あ、高さ調整できるんだ、これ。なんか今初めて知った。あ、すごいな。いや本当、皆さん本当ありがとうございます。もっとこう、もっと行きたいんでね、もっと皆さんエレファントサイクルを応援してください。テレビね、テレビのはね、あの台がつかなかったんですよね。いや本当にもう次はもう移転、もう移転したい。もうできれば3年以内に移転したくて、まあ、車とバイクと自転車が僕好きなので、まあ、そういう融合したお店を作って、2階を飲食にして、3階をラジコンのオンロードのコースにして、3階の屋上をラジコンのオフロードのコースにもうしようって、まあ、そういうもう明確な今この想像が今できてます、イメージが。で2階の飲食は、まあ、ハンバーガー、まあ、カレー、タコス、まあ、そういうちょっと僕が好きなやつにしたい。で3階のまあラジ、まあ、別に、まあ、2階3階一緒になっても、まあ、できればラジコンをこう触るこのピットが欲しいですよね。ピットね、ピットをこのペイントするとこもあったらいいかも。あと1階バイクとか車を置きたいですね。どうなったらそれが実現できるんだろう。もうすぐできそうだけど、やっぱりそういう車とバイク好きな人を呼ぶしかない。飲食ね、カレー屋さんとかね、なんか自分が好きなやつね、もう2回目だけ言うのは。あとコーヒーとかね、この前あのアーカイブコーヒーの人と知り合いになって、あのアーカイブコーヒーさんね、いやちょっと新店舗を作る時に入ってくださいよ、全然入りますよって言って、いやマジかよと思って。僕はでもこの店が、ここの店舗が好きだから、僕がちょっと今目指してるのはやっぱここの売り場、何坪、
10坪か10坪だけど実質売り場面積7坪。僕はね売り場面積7坪でね、ちょ年商5000万目指しますからね。多分できる、できるけど一人じゃ無理かも。でも人雇ったらな、人件費かかるしな。7坪で5000万目指します。まあ無理じゃない今の感じだと。でも商材を増やさなきゃ無理かも。ラジコンか、ラジコンか、やっぱり。ちょ誰かちょっとラジコン、ラジコン、ラジコンだ、やっぱりラジコンしかない。ちょっとまた肩が、今月も行こう、ラジコンだな。ちょ明日しまなみ海道走ってちょっとまた考えよう、いろいろいいアイデア降ってくるかもしれない。まあ、降ってこないか、見つけよう自分で。アイデアはね見つけるもんだ、降ってこない。ちょっと早く帰ってナミちゃんにちょっと今日もありがとうってお礼言おう。ということです。まあ、よく分かんなくなりましたけど、話がちょっと脱線しまくってますけど、要は僕が言いたいことは、サラリーマン辞めて1年間経っての今の僕の心境は、めっちゃ楽しいです。もう幸せ。まあストレスはありますけど、なんかストレスに感じてない。やっぱり肩痛いな、やっぱ肩が痛い。この前なんか脱臼気味だって言われてました。明日しまなみか、 5時半のフェリー乗らなきゃいけないから4時半起きか。なんか虫が入ってます、虫が。虫も応援してくれます、僕のこと。頑張れって。ということです。皆さんもし自分で事業を起こすときは、勢いなんで僕がアドバイスできることじゃありませんけど、あともしこれから自転車屋さんをやりたいっていう人がいたら、やめた方がいいです。本当にやめた方がいい。やっぱこういうちっちゃい店で始める危険、危険すぎる。やっぱどっかでっかいとこにドーンと作った方が最初辛いけど成功するかも。まあちょっと待って、あれだ、来月のパーティーがちょっと楽しみだな。1ヶ月、約1ヶ月か。欲しいものいっぱいありますね。やっぱ大きな車欲しいな、大きな車欲しいし、動画撮影用のカメラも欲しいし、なんかねソニーのカメラがどうやらいいらしいので、やっぱりいい、もっと高画質で高いい音声で動画撮りたいなと。まあ、結局ね YouTube 撮影機材っていうのを、まあ、経費で落とせるとは言いますけど、買わなきゃいけないんでそれをね。うんとか言って、なんか借りてみようか、レンタルで借りてみようかな今度。あ、なんかアルファ7なんとかを、それでよかったら買おうかな。まあ、買うお金なんかないですけどね。その買うお金があったらサーリー1台仕入れたいなとかね。うわーすごいな、天井何もないし、しかもまだエアコンがグリーンじゃない。しかもこのグリーン、僕の想像したグリーンと全然違うし。いやーようやってますわ。あーちょっとまあ内容がないちょっと動画になりましたけど、要はそういうことです。はい、明日しまなみ海道に行ってきます。はい、じゃあこの動画はねもう今日公開しますんで。はい、じゃあお疲れ様です。